お、発電機が動き始めた。どこかで扉の開く音がした。多分左側のドアが開いてると思うんだよね。あー、やっぱ開いてた。うわ、なんか荒れてるな。なんだこれ、このアイテムはなんだ。ハサミは固定されていて持ち出せない。うわ、なんか不気味な絵がある。なんかある。不思議な屋敷2、見てみよう。ラコロンドの作り出した罠の一つに魂の屋敷と呼ばれるものがある。魂の家とは死ぬ間際人間を誘い込み魂をもてあそぶためのものであるとされている。しかしながらラコロンドを十分楽しませることができれば、その魂は現世に解放され再び生きる力を得ることができるという。わけがわからんわ。なんか宗教っぽいなんか話が。あ、またなんかここに入り口があるぞ。変な、これはなんだ。あ、わっ、わっ、わっ、あー、あー、あー、おー、おー、おー、なるほどなるほどなるほど、そういう感じね、そういう感じ。この中には壊れたレコード、流すとこないの。なにこれ、え、なんか押した。俺なんだったんだ、怖っ。今のマジで怖かった。急に氷が割れたんだけど。恐ろしや、たたられてる、この家はたたられてる。あ、なんかエンダーアイがある。不気味な装飾品もらっておこう。あ、うわ、なんか怖い。お母さんへ、可愛がっていた鳥さん食べるなんて信じられない。台所に、台所の鍵を、あ、台所にの鍵って何。台所の鍵は私が隠したよ。返してほしかったら反省して私にごめんなさいしてね。なんか台所の鍵がどっかに隠れてるってことね。お、なんか鉄の斧あった。ちゃんとした武器ある。これはなんか戦い要素あるのか。ここは開かないな。ここ台所の鍵か。なんなんだよこの家、不気味すぎるわ。恐ろしい。うわ、上がある。角で誰か待ってそう。気をつけろ。え、開かない。あ、分かった分かった、これで壊すんだ。え、壊せない。なにこれ、中何入ってんの。あ、これ流すんじゃない。ジュークボックスがあるから、ちょっと流してみようか。さっきの壊れたレコード。あれあれあれ、これ流せなかったっけ。壊れてると流せないの。この部屋は何があるか、何があるか、誰もいないか。お、楽しい自然。レスク、レス、じゃあレスレクト教団は絶対なんかそういうことだと思ったんでね。なんか宗教的ななんか感じがした。方位磁石、地球は実は巨大な磁石で北が S 極で南が N 極だから、方位磁石の N 極はいつも北を向きます。え、何これ。じゃあこのレスレクト教団も読んでみよう。我々レスレクト教団は資料術を扱い、死別した人と再会することを活動目的としております。死んだ人と再会するってことだよね。死霊術とは死んだ生物の塊をこの世に呼び出すものです。通常死霊術は膨大な力を必要とするため人間では扱うことができません。しかしながら我が教団では復活と不死を司る神であるレスレクト様の力を借りることでこれを可能としています。もしあなたが愛しい人と再会することを望むのであれば我が教団に入団することをお勧めします。まずレスレクトって誰だよ。じゃあ壊れたレコード流してみる。これ流せそうだよね。あれなんか違ったのかな。じゃあちょっと壊れたレコード流してみたいと思います。え、なんか出てきた。リビングの鍵、こう入れてみよう。壊れたレコード、え、やばい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 、これやばいって。これ何、これやばい、これやばい。こう流し切った後なんか後ろを向くとみたいな絶対ある。最後まで聞いてみるか。やめ、ちょ、やめて、やめて、無理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 、何何、うわっ。
あ、今紙開いた。なんかノートを開いてる。あ、ライターつけた。え、なになに、足速くなってる。やばいやばい。なんだなんだこれ、怖っ。これ怖っ。このレコードが怖いわ。汗出た。なんか汗出た。マインクラフトでこんな汗出るの初めて。この中はタオル。牛の皮で体拭いてる。やば。お、ダイヤモンド。石鹸かよ。ダイヤモンドで体洗うとか、どんだけ豪華なんだよ。あ、また部屋がある。誰だよこれ。こいつ誰だよ。背小さすぎだろ。え、あっ、馬のぬいぐるみ、糸がほつれている部分がある。やばいよ、絶対このワールドやばい。このワールドやばすぎる。何かもう絶対呪われてる。なんかある。奇妙なメモ。西尾美のひとるき美のサラム派。あ、これ分かりましたよ。これ縦に読むと、二の木さしひらをとみむみるの葉。なるほどね。そういうことか。謎は解けた。これなんだろう。え、うわっ、お前何してんの。お前何してんの。怖い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 。そんなレコード流す、ね、流すんじゃない。うるさいうるさい。ちょ、こいつをこれで、お前これどうせん、これどうせん、こいつを、この音楽止めて、この音楽止めて。なんなんだよこの家。君が悪いよ。なんかこのリビングの鍵っていうのが多分下なのかな。下のあの開かなかった鍵。え、まだ音楽鳴るけど、やばいやばいやばい。オッケーオッケー。どっかの鍵なんだよ。うわー、もう曲鳴るようになってる。怖い。もうやめてー。ストップ。あ、止まった。最後まで動画を見てくれてありがとう。よかったら皆さんチャンネル登録していってください。スマホの方は下のチャンネル登録ボタンをクリックタップして登録してください。よろしくお願いします。